ジャーファル法学派はシーア派における、フィクフつまり、イスラーム法学の学派の一つ。シーア派の多数派を占める。学派名は六代目イマームのジャーファルサーニクに由来する。十二イマーム派がこの学派を信奉している。相続、宗教的な税金、小取引、個人の地位、一時的な結婚つまりニカームとはぬ許可、それに、イジュティハードを信頼する点でスンナ派の4。 大法学派との違いが見られる。1959年には、アズハル大学によって、スンナ派の4つの法学派と並び、5番目の学派としての地位を与えられている。この学派は、イスラーム法の解釈において、十分な論証を通じた形でイジュッティハードを利用する。カクレイマームの代理人として、法言を独自に解釈する能力を持ち、アズ、 イスラム共同体の指導者という役割を担う、ムジタヘドの役割を重視する。このため、法解釈が、情勢や時代の変化を考慮して柔軟となっている。この学派はシーア派で優勢となっている。イランの最高指導者を務めたホメーニーは、ジャーファル法学が、認識論は主観性に影響されるという考えに基づいて、成り立っていることを強調した。よって、 ジャーファル方学派は従来型の方学と動的な方学を行使する。そしてジャバヘルアルカレムによって議論されたが動的な方学を通じて時間の概念、それに場所の概念を考慮することになっている。なぜならこれらの思考と革新性の程度が解立の解釈や理解のプロセスに影響を与えるとされているからである。この学派は 今日では消滅しかかっている。イジュキハードの採用は限定的である。新たなアフバール学派のグループがインドア大陸でいくつか発生しているが、これらはバーレーンにある旧来のアフバール学派の運動体に属してはいない。ムスリムの間で論争がある、ジャーファル法学の分野がある。ナサー、バリー、ザシーアリバイバル、ノートン、P69 ジョフリー。 シーリーガルソートジュラスプルデンスハット AB オックスフォードコンサイスディクショナリーオブポリティクス2003 487 http コロンスラッシュスラッシュ www.tebyan.net スラッシュ html1 スラッシュ sahe スラッシュ html スラッシュ21スラッシュ 289.htm ありがとうございます。